梨の産地世羅町で梨を害虫から守る防蛾灯が点灯され、世羅大地の夜を彩っています。世羅大豊農園では日暮れとともに1500個の防蛾灯が灯されます。放水など袋をかけずに栽培する梨を蛾から守るために夜間に点灯します。蛾が嫌う黄色い光で梨の果汁を吸うのを防ぐ仕組みです。梨にとってはもうこの防蛾灯がないと、美味しい梨はできないですね。とっても甘いみずみずしい梨が育ちましたので、たくさんのお客さんにですね、味わってもらいたいなと思っております。防蛾灯は世羅梨の収穫が終わる10月上旬まで灯されます。